そびれたまんま終わるっていうのが僕ちょっとほんまに気持ち的に成立がなかったんで、よかったかなと思ってもう最後の曲で申し訳ないんですけどね、あなたの持ってくるの忘れた歌詞もあるでしょ、それみんなでちょっと盛り上がっていこうね。ほんとやん、また忘れてどっか下手るでしょこれ見てごらん何気や他のでもいいんですよ別に。英語やとか言いながらイエスとか言うたけど英語やね。どうぞ進めていただいて。チューニング増えてる。次のライブはいつなんですか？明日です。早っ。ね。明日旅立つわけですよ終わるみたいないやですからですね、よかったよってもし言っていただいてもそれに調子に乗らないでおこうと決めてるんですね今日は。だからまた来月とかは絶対しません、もうしないです、満を持してもう半期に一度ぐらいのよくて半期に一度ぐらいの今日プレミアムナイトだったと思います。間違いないですよ皆さんは見たんですよスタートだからもうねちょっとナウみたいなのもやってほしいんです本当は。よかったよっていうのでもねもうやっぱ内緒にしといてほしいんですよね。でどうやったって言ったらあなんかもう ゆずみたいな感じだったよなんかユズみたいな、なんかチェックの写真でそれぐらいの感じでもねあれしていただいてなってちょっと思いますねそれが言いたいだけの声やったらそんなことないですね。チューニング OK でしょうか。See the truth. Love is not a side.